株式会社、明治屋は、東京都中央区京橋に本社を置く、食料品、和洋種類の小売り、輸出入、船舶に対する、納入業を営む日本の小売業者である。なお、食品メーカーの明治との資本関係はない。1885年に、磯野慶が、横浜で創業。1903年に、合名会社に、改祖。 1911年4月22日に株式会社に改装。小売店の明治屋ストアを東京都を中心に日本で26店舗、日本以外で1店舗を経営する。商品のブランド名として前を使用する。2005年4月にそれまで売上の大半を占めていた卸部門を三菱商事との合弁会社に事業所ごと譲渡し、小売事業をメインとした。 本社である明治屋京橋ビルは中央区指定有形文化財に指定されている。現在、再開発ビル京橋江戸グランの一部として保存、活用されている。また、1919年に日本において初めてコカ・コーラを販売した会社でもある。2013年の改修工事前の明治屋京橋ビルロゴマークの三つうは創業家の磯野家の家紋である。 明治屋と共通のロゴマークを使用する企業は他に、ミツーロコグループホールディングスが挙げられるが、業種、業界に全くつながりがないことから双方が、同一、ロゴマークの使用について合意しているものと思われる。また他にもスキーブランドのフィッシャーとも同じである。なお、明治屋をローマ字で書けば、明治屋だが、明治屋のラテン文字表記は、明治屋という綴りを用いている。これは、 当時外国人が字あるいは字を D で発音していたためとされる。疲労ストアが入居する疲労プラザ生鮮品は労を六本木、玉川、青葉台、京都三条、仙台一番町の各ストアで取り扱っている。跡地は別の小売店になっているものが多い。株式は磯の不動産が26%、中央亭が5%、 明治屋食品工場が5%所有している。ちなみに飲料と缶詰の一部は製造を終了している。明治屋では1908年以来 PR し試行を発行してきたが2008年585号までで休館となった。明治屋店頭にて無料で配布されていた。ありがとうございます。